これはねキャプテンが圧倒的に有利なんですよこのゲーム。まあキャプテン一回やったら分かったんですけど、これキャプテン有利、めっちゃ有利。無差別攻撃シャクシの庭ってもうほんと強いからね。これ当てれないんだよな。もうちょっと攻撃範囲が広くないと無理なんだよな。だから狭いんだよな、これすげえ難しいんだよな。とりあえずね端っこに行くしかないんだよな。端っこに行って逃げるしかないんだよな。何しお前ら、おし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 、どやお前も当たるのかよ。よし、よし、バカやねー。あれ？これでもっと強くなれる。あれおかしいな。これあれなんですよ。黒のが、あーやっぱプレイヤーとコンピューターじゃちょっともう頭脳が違うね。やっぱシャクシじゃない方はやっぱ端っこに行ったらね結構有利だったりするんですよ。けど一人狙いをすると意外とやべえんすよ。なんやろうな、これおかしかったな今の。よしよしよし。なんでそこ？もうちょっとさ下行こうぜ。そう、ボンクレ取るか。お、ノックアップストリーム。おおおお、俺んところ、俺んところ変われ。これ意味ねえんだよ。よっしゃ来た。最高だぜ。いいね。まあそこ取るしかないやん。でもクロコダイル先に取るっていう手もありやけどね。ここ先に取るっていう手もありだよな。はい、ちゃここね。ここ取った後に、あーでもさっきこっちの方がいいかな。あでもクロコダイル高くね、こいつ2500、2枚取れるけどね。2500を2つだからね、一気に5000もらえるからな。あれ、そういうことじゃない、これ誰が持ってんだっけ。ウソップか。あ、そういうことじゃねえんだ。あーキャプテン、そういうことじゃねえんだ。あ、じゃあここのがいいわ。ここ取っちゃえばいいか。海軍来い、仲間のがいい。あ、ミニゲームか。時のやつ来い、時のやつ来い。パンダマン探せねえ、ぶっちゃけねえ。運ゲーなんだよな。よーし。うわぁ、マジで。うわぁ、ここ緊張するなぁ、ここ。ここね、すげぇ大事なんだよなぁ。勝ちてー。すげぇ勝ちてーわ。マジ勝ちてーわ。超勝ちてんだけど。おーい。マジ勝ちてんだけど、おい。あ、これね、右上に折るとかそういうパターンじゃない？うわぁ、早くねー、早くねー、どこ？あ、右か。くそー、右か。くそ、一回右に行った気がするんやけど、全然ね。右上に行ったもんな、俺。くそー。上かー、右かー、上かー、右かー、右かー、まあ、普通のミニゲームやけ、まあ、いいか。あ、くそー、得意な。得意なやつじゃない。しょうがないか。ああ、そこ欲しかったんだよな。でもね、取るしかないんだよな、自分で。海軍とかやったら、強制的に取られるしな。ああ、もうハーフタイムか。早いな。まあ、俺、ウソップのチームがいいな。ウソップ超強いんだよな。ウソップ超強いんだよ。ウソップ俺、ないんだ。お、来た。ウソップやん。お前、ウソップ頑張れよ、お前。てか、あれだな。いい勝負してんな、みんな。めっちゃいい勝負してる。これは、これもう、励むぜ。とりあえず、これ難しいんだよな。とりあえず、これ難しいんだよな。負けねえよ。とりあえず、逃げたいんだよな。おぉ
よし、あっ、これマジかよ。なんで、よし、来た、よし、分かったぞ、やり方が。いけ、入れよ、今の、くそ、今の入っとけよ。よし、やばい、助けて、よし、うわ、今俺を動かしたな、こいつ。あ、まあいいや、いいや、いいや、いいね。あそこで戦ってもいい、意味ないんで。あー、くそ、あー、すいません。よし、勝った、し、うまい、うまくなったな。よし、これね、結構でかいんだよな。てか海軍来んかな、俺が多分1位じゃないから。海軍来たらね、全部没収だ、半分没収だとか言ってから、ほら俺2位ぐらいじゃん。あ、でもこれ、俺これで1位になるじゃん。やべえじゃん。うわー、3951倍、1位になってる。海軍来んなよ、マジで。誰や。うわ、あ、それか。なるほどね。どこするかな。どこしてくる。多分俺戦わんと思うけどな、これ。ただこれ俺関係ないやつ勝ったらどうなるんやろ。それは知らんの。俺かよ、なんでだよ。これね、意味ねえんだよな。あ、そっかそっか、防御するだけなんか。防御するだけで、これがゾロのミニゲームになるんだ。そうだ、これ来たよ。これゾロのすごい強いんですよ、これ。もう余裕ですよ、こんなの。もうこれすごいから、もう見たらわかるよね。もう前回見たぐらいかな、嵐の剣修行。この全員最強だからどうなるかわからんけど、暴れさせてもらおうか。さあ存分に、これこっち5回やね。いける、よし、勝った、圧勝ですよ、これよ。これがやっぱ得意のミニゲームのこの強さね。完全に勝った、ははーんって感じやな。よし、てか俺がやりたかったな。防御するだけでね、なんもねえんだよな。ほんとあのカード強えんだよ。あー、速攻いいね。クマね。クマちゃんね。いや、すごい、お願いします。得意なやつ。あー、一番上、一番上にしようよ。ロングロング竹馬バトルは無理。あー、これ無理なんだよな。とりあえず、どうしたらいいんだろう。ほんとね、これ分からんのよね。あー、強い、あ、もう自分で死んじゃうもんな。もう無理だよ、これ。これマジ無理なんだよな。もう
そう、これは負けるわ。どうしたらいいんだろう、これ。あそこ欲しかったなぁ。あー、取られた。全部なくなった。全部なくなった。全部なくなった。無理。上を選んでくれ。上を選んでくれ。そこじゃない。あー、そこでもいいけど。うわー、なんだ、イベントカード。思った、お友達カードやん。ゴミ。マジゴミ。俺に来いよ、そういうの。マジで。ルフィばっかり。どうしたらいいんだ？いいなぁ。それどうしたらいいんだ？ゼロじゃん、俺。くっそ。ルフィ超強え。ルフィはどうにかさなきゃいけんのよね。本当はね、このマスを使いたいんだけど、こことここがないんだよなぁ。ないんだよねぇ。これ待つしかないか。とりあえず、どっか取っとくか。ここ取っとくか。ここ取ったらでかいよ。ここ取ったらでかいけど、イベントカード、お、これは仲間カード、仲間か、あ、来た、仲間、よっしゃーしゃー、めっちゃでかい。来た。無敵ゾーンやよ、無敵ゾーン。そんなつもりじゃなかったんだよ。よっしゃ、友達カードで、上、その上と左と右全部こう、取られないし。俺のはないよ、さすがに。さすがに俺のはない。そこか、微妙なところだな。そこ微妙なんだよな。あんま知んない。お、そうそうそう、そこね、そこいいね。お、しかもミニゲームいいね。時計のミニゲームかい。よっしゃーす。お願いします。悪くない。悪くないよ。それは悪くないよ。まあ、誰を狙うかって言ったら、まあ、ルフィだな。ルフィどこにおるんやろ。斜め下とかやめてる。うわ、これね、ルフィ絶対斜め下っぽいな。だって 4P やろ。4P って言ったら右下やん。4P 言ったら右下やん。ボンバーマンで言ったら右下、2P は右下なんやけどね。どうでしょう。ルフィ狙いたいな。はい、右下。右下は無理だって。ルフィ狙いで行くしかないんだよ、でも。みんな狙いや、ちゃんと。右下。おれ。俺とこね。わ、くそ。わあ、ウソップか。まあ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 。ウソップならまだなおよし。やっぱルフィ狙ったけあれやな。勇敢なる海の戦士だ。やっぱ斜めに狙うとこっちきついな、結構。ちょっときつかったな。行動がちょっと制限されるもんな。やっぱ下が一番ね、狙いやすいんだよな。十字キーの動き的に。よし、これでウソップが、そ、真ん中が取れるだけか。そんな別に微妙だな。そんな取れんな。おおお、そっか、青か。おおおおおおお、いっぱい来た。いっぱい来た。急にウソップ。急にウソップどうした、お前。ウソップやべえじゃん。ウソップやべえじゃん。なかなか左にやってくれんな。うわ、シャンクス来た。シャンクス来た。全然知らねえ。とりあえずそこを、無料でもらえます。からの一刀両断？トナカイ、お前も海賊か。キャプテン横取り？強っ。めちゃくちゃ強いやん。もうこんなんクロコダイルに決まっとうやん。なんで1200のお前を？あ、そっかそっか。取れるけか。取れんやんけ。取れんやんけ。クロコダイルにしろや。完全にクロコダイルやろ、そこは。あ、出た。もう全く意味ねえんだよな。どうせ俺興味ねえもんな。そこ意味ないって。
そこ全く意味ないって、何してんの？何のイベントこれ？何これ？俺1枚しかカードないんだけど。うわぁ、なんこれ。おぉ、来た。あー、とうとう来てしまった。お、しかもドンクリーク。ドンクリーク無理。ドンクリーク無理。ドンクリーク無理ゲーなんだよな。これね、すげえ難しいんだよな。